可変時速型インホイールモーターエネモ。インホイールモーターに THK のボールスプライン、ボールネジの構造を利用することにより同一軸上で可変時速機構を実現しました。ローターの抜き差しによりモーター特性を変化させ高トルクと高回転を両立しています。発進加速時にはトルクを、高速巡航時には回転数を重視するなど走行状態に合わせたモーター特性の変化が可能です。インホイールモーター搭載時の課題であるバネ下重量増加による強振をアクティブサスペンションと可変ダンパーの組み合わせで解消し、走安性と乗り心地の向上を狙っています。リアサスペンションに THK の R ガイドを利用することでインホイールモーターの搭載スペースを確保しつつ四輪操舵を実現、さらに電動ブレーキとの組み合わせで四輪独立制御も可能となっています。スクラブ半径についても標準車両レベルで成立しています。インホイールモーター電動ブレーキによるトルクベクタリングと R ガイドによる四輪操舵を組み合わせた革新的なリアサスペンションにより高レスポンスかつ走安性の高い車両制御を目指しています。